はい、今日の午後も特に悪くなることなく過ごせました。こんな悪くなく過ごしたの久しぶりですね。じゃあ今からちょっとベニマルの方に夕食の食材を買いに行きたいと思います。はい、うん、なんか鶏胸肉久々に食ったら美味しかったですね。なんかあんま美味しくなくて食えないんですよね、俺鶏胸肉は。だけどなんかめんつゆでやったら普通に食えたんで、ちょっとそれでちょっと原料食を作って、あと卵買ってきて、ちょっといや痩せようかなと思ってます。以上です。以上です。はい、今風呂沸かして飯食べてます。スクランブルエッグ、卵白が3つに全卵が1個ですね。あと今日は水タコの刺身ですね。これだけ食べてきます。はい、そんな感じで。はい、はい、おはようございます。今日はちょっと早起きしすぎましたね。うん、うまく睡眠取れたかどうかわかんないけど、で太陽もすごい出てきたからちょっと自信ないけど、軽く朝の散歩恒例の行ってきます。はい、では行ってまいります。レンジャー、今日太陽眩しいけどなんか目がパッチリ冴えてますね今のところで。今日なんか家の近くっつっても新しいルートを見つけたんでそこを来てます。はい、はい、朝散歩から帰ってきました今日はそんな眩しさを感じず今のところ帰ってこれましたね。で朝飯です。ヨーグルト、あとプロテインと、あと今日ちょっと、今からジム行くんで焼き芋ですね。焼き芋ちょっとだけ食べます。じゃあ今から食べていきます。はい、はい、今軽くトレーニング運動療法終わりました。午前中はね結構普通に過ごせたかなと思います。太陽も結構出てるけど今日は目が大丈夫ですね。はい、じゃあ今からまあ帰って飯作って、で午後は外をちょっと散歩しようかなと思ってます。その時にねこの目がしっかりすれば、不安とか緊張とか解ければ、
まあちょっとずつ良くなってるのかなと思います。はい、いや本当にで時間があればというか体力が残っていれば夜もちょっと有酸素をやりたいかなと思ってますんで、ね、こんな日がね結構続けばいいんだけど、うん、たまたまなのかな今日みたいな日は。はい、そんな感じです。